ご利用いただきありがとうございました。まもなく柏原です。皆さんこんにちは、あずさです。私は今近鉄道明寺線に乗車しています。今回はこちらの柏原駅をご紹介します。この柏原駅は JR 西日本と近鉄の共同使用駅で、駅自体は JR 西日本が駅業務を担当しています。乗り入れ路線は JR 西日本の関西本線と当駅を終点とする近鉄道明寺線の2路線です。関西本線はアーバンネットワーク内で大和路線の路線愛称がついています。また道明寺線は終日ワンマン運転を行っています。JR 線と近鉄線との乗り換えの際はホーム上にある中央改札機にタッチする必要があります。ですがタッチをしないで乗り継ぐ乗客が後を絶たないことから、このホームの床には中間改札にタッチするよう勧告する案内が張り巡らされています。そしてこの柏原駅は島式ホーム2面4線を持つ地上駅で、橋上駅舎を有し、1番線を近鉄線、2位から4番線を JR 線が使用し、1番線は切り欠きホームです。ホームの有効長は1番線は2両編成分、2番線は6両編成分、3、4番線は8両編成分あります。先ほど述べた通り、近鉄の駅業務も JR 西日本に委託していますが、吉野口駅などと異なり、1番線の駅名標は近鉄仕様となっています。では今から柏原駅の歴史を簡単にご紹介します。近鉄は1898年に広葉鉄道が現在の近鉄線の中では最古の開業区間である当駅古市駅間で開業し、当駅に乗り入れました。その後は広葉鉄道が江南鉄道に譲渡し、大阪鉄道に社名を変更、関西急行鉄道が大阪鉄道と合併した後、関西急行鉄道道明寺線の駅となりました。1944年6月1日に戦時統合により関西急行鉄道が近畿日本鉄道に改組しました。JR 西日本は1889年に大阪鉄道の駅が開業しました。当時は港町駅方面からの終着駅でしたが、1892年には奈良駅港町駅間の路線が直結しました。1900年に関西鉄道が大阪鉄道の路線を承継しましたが、すぐに関西鉄道は国有化され、国有鉄道の一路線となり、1974年までは貨物の営業も行われていました。2007年には橋上駅舎が完成し、2020年10月には改札内トイレがリニューアルされました。では今からコンコースに向かいます。当駅から近鉄を利用する場合、または近鉄線を利用し当駅で下車する場合、自動改札機と簡易改札機の2つ両方にタッチする必要があります。先ほど述べた通り、かつては地上駅舎を持ち、ホームへは跨線橋で連絡していましたが、エレベーターやエスカレーターはなく、跨線橋は改札内にあるために通り抜けることができませんでした。反対側へ行くには、数百メートルほど北にある踏切、または併設の歩道橋を渡らなければならないため、橋上駅舎の工事が進められてきました。そして2007年に西口側の新しい出入り口と改札口がほぼ完成したことにより、東口側に仮設階段を設置して橋上駅舎の仮営業が開始されました。東口側の新しい出入り口は11月29日に使用を開始し、2008年に入り、西側ではアゼリア柏原と橋上駅舎を結ぶペテストリアンデッキが完成しました。西側はペテストリアンデッキ完成後もロータリー整備工事が続き、2009年に終了しました。東側でもようやく歩道の整備などを含めた工事が終了しました。では今から先ほどの改札に戻ります。券売機は近鉄と JR のそれぞれ別々のものがあります。最後に階段を降りて柏原駅のホーム使用用途をご説明します。柏原駅は1番線が近鉄道明寺線道明寺駅乗り場で、2、3番線が JR 大和路線天王寺 JR 難波方面駅乗り場で、3、4番線は JR 大和路線王子奈良方面駅乗り場となっています。本日は同一平面上で JR と近鉄の乗り換えが可能な柏原駅をご紹介しましたが、いかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録をお願いします。またご感想やご要望を下のコメント欄にお寄せください。ご視聴ありがとうございました。